はいどうも皆さんこんにちは、ピヨチキチャンネル、プナシのピヨタです。さあ今回もスプラトゥーン3マッチやっていきたいと思います。今回使っていく武器はこちら、ジオボーンと、わかりますかね4K スコープでございます。リッター 4K リッター 4K リッターリッター 4K リッター 4K のスコープ付きバージョンとなります。まあ実際使ったことある人はわかると思いますが、標準狙い方がね特殊になります。で、それ以外は基本的に大きなところは、リッター 4K と変わらないですね。あ、チャージキープがね、できなくなります。その代わり標準がよって、狙いやすくなる代わりにチャージキープができないという感じになります。で、今回はインク効率アップとスペゾーをかける2となります。で、まあこのね、まあリッターと同じ感じで狙いますが、半分ぐらいかな、このチャージ半分段階ぐらいから画面がねギュニューンって寄って、こんな感じで打ちやすくなります。結構ね打ちやすいっていうメリットがあるんですけれども、デメリットとしてはあの画面を揺らす揺れ幅がでかく見えるのでね、結構酔いやすいっていう、まあ、難点もありますね。さあガチエリア行きましょう。またねアサリとエリアしかないんですよね。こういうリッターにはちょっとエリアっていうよりかはガチ歩行ガチヤグラの方がやりやすい気がしますけれども、まあこれでアサリに行くよりかはエリアの方がマシでしょうという消去法でございます。当たんないのかーい。まあそりゃあね、アサリなんかにリッター担いでいったらもうガチジャサリ絶対止めないとっていう役割になってしまいますし、そんな役割をね担ぐ回数一桁台のあのガバエイムリッターで行っちゃダメなんですよいやまあ言っても別に文句しか言われないですから、あのめちゃくちゃ精神的に強い人は言ってもいいとは思いますけどね。無農薬、無農薬、なんかひらがなの人多いな。おい、さあお相手さんはリッターパラシェルターで、シャープマーカーのヒーローシューター、こちら側は 4K スコープ、プライムシューター、そして、スプラローラーですね。わお、これ敵さん見えてるよね多分。今リッターの射線見えたんだよな。おっ、よっしゃい。こういうちょっとした穴を抜けるのはね強いよね。だが問題としてはめっちゃ近い、めっちゃ近い、見づらい、マジで見づらい、マジ勘弁してください、この見づらさ勘弁してください。私こういうの苦手なんです。なんかヤバそう。ヒーほっ、カニタンクを撃ち抜くだけやーいっす。オッケー、あこれまずいね、おいしちゃう。ヒー、おいようかわしてね、ピャーピャ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 、よっしゃい、なんかできてる、なんかできてるよ本来こんなにうまく打ち抜けるはずはないはずなのに、なんかできてるよ。なんで黙れ、なんかやれた、ありがとうトラップ、愛してるよトラップ。やばい、もしかしたら私死ぬかも。やれた、なんでなんで、私なんか知らないけどやれてます。今めっちゃくちゃ輝いてる、過去一で輝いてます。なんでよいしょよいしょ、うーえんつ、カニタンク行け、カニタンク、私のその命運まで託したぞカニタンク。じゃああげるね、ついでに私トラップ設置しながら逃げるね。射線見せるだけでもめちゃくちゃ、おーい、あ、なんかやれたわカウント見えないな、こうやってると狙ってると。なんか勝てました、しかもノーです。え、うまくない自分で衝撃を受けるレベルでうまい。なんだこれ、録画ミスならないでくれよいやもう録画ミスになってって途中で映像がぶった切れたとしても無理やりつなぐ
スコープ担いだ数ほんと少ないですよ。2、3回、いや2、3回は持ったな、4、5回。この動画のために練習したぐらいよ、何回か。やったー大喜び。バトル1位とか取れ、いやすごいな。すごくない？敵さんからしたら、なんだこの前に行ったーってなったのかもしれないね。あの自分自身で僕も思いますよ。なんだこのこのスコープやべえよって思いますけど、これって本当に僕なのっていう、なんかちょっと自分を信じられなくなってきてるところがありますね。本当にこれは僕なんですかね。もしかして誰か知らない人が僕が持ってるコントローラーの操作権を奪ってやってるのかっていうぐらいうまいさあ、最悪トラップだけでも戦おうと思ってたのに、前線に出るリッターという凄まじい光景を見せようと思ってたのに、なんかやれてますね。ここあら、あーなんかやばそう。とりあえずこのエリアのところにこれ設置しておくだけでもかなり美味しいはず。丸みさですか、勘弁してちょ。てかさ、敵ソイチューバーとソイチューバー、プライム、ほい、あークソダメか。出待ちが楽しいねこれ。ほい、くー、我逃げます。これはもう取られてしょうがない、逃げます。よく耐えた、よく耐えました、えらい。いってなんかやれた、なぜやれた、ありがとう。あれなんか嫌な音聞こえたけど、あー味方のカニタンクだ、よかった。いやーいやーいやー、わー慌てふためいてますけど、おま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 トラップ、助けて助けて、あトラップだけ、あお前もやられてるんかい落ちまで完璧、落ち完備ですよ。さあでも、まあ、春美さが結構痛いな。カニタンク使ってる状態のシャツマさんもやられてるしな。ほっ、いっ、後ろにあったの。こういう点、マジでこういう点がね、スコープの悪いところっていう感じ。まあでも今のは多分ね、音聞いてたらよく分かったと思うんですよね。なのでまあ 10-0 で僕の悪いってところ。カニタンク強いなやっぱダブルカニタンク強いっすね。よいしょ、どっかビーコン設置されてる。はい、壊されない場所をここら辺にも設置しとこうっと。わーい、ウェーイ、ほっと、ひー、やっべ、あっぶねー、はめてー、放って、あ放って、とりあえず塗っとくか。逃げろ、オッケー勝ち、よし、活躍した今回に関しては生きてただけじゃねっていう。まあこの車線をね、車線をそこら辺をねぐるぐるさせていくだけでも、自分が狙われてる、引かなきゃって、あの単射程武器にはとりあえずまあ牽制にはなりますから、車線が見えるっていうのはこういう点でも役に立ちますよね。とりあえず撃っとけっていうえ、すごいすごいね、言い訳ですけど、勝てればいいんだよ、勝てればっていうね。はい、負けたらねただの言い訳です。そういうこと言っていいわけ。はい、
まあとりあえずね、味方さんがなんかこのチームいいじゃんいいじゃんみたいなことを思いながら全員続けてくれてるって言った瞬間、シャプマの人がいなくなりました。シャプマさん、カニタンクの人よかったのにな。てかなんかバリアを張ってた印象ないんだけど、グレートバリア、そうだよねそうだよねグレバリ1回しか使ってないのか。ああ、この前回前と前々回合わせてローラーの人がバリアを合計で2回しか使ってない。各試合1回ずつしか使ってないんだ。何のギア構成してんだろう。溜まりづらいか落ちまくってるかの2択なんですけど、今回どっちの試合も基本押せ押せムードで、まあそんなデスする機会がなかったので、使う機会がなかったか、またはまあそもそもスペシャルがほぼたまらないか。さてと、敵さんにもリッターがいます。レティクルが変わったら撃つ。あとは敵さんのリッターだけ。ここら辺トラップ設置しておきましょうか。マジでこれ大事。よいしょ。ほい。狙いまーす。塗りまーす。なーん。ちょい。あ、狙われとる。狙われとる。狙われとるよ。あ、ね。よく耐えた。耐えりゃいい。耐えれば。耐えればオッケーなんだ。やられたらダメ。あ、まあ味方のジャンプになったからいっか。おお、すごいね。あ、すごくないね。今落ちたねすごい感性働きながら落ちてく姿が見えたぞあー、くそ。え、リッターだよね。あ、ですね。よかった、リッターにやられて。いや、まあリッターにやられてよかったっていうか、リッターにやられたと思ったら別の何かだったっていうよりかはマシだっていうだけで、リッターにやられるのはそこまで好ましいことではない。そうない。危ない危ない。ひえ、やった。さすがに見えてるからね。来る場所さえ、ここの場所さえね、分かり合い、なんとでもなるさ。さあ、あげるよ。ほっ、さっ、わーん、いた？いたの？どこにいたの？マジで。うまいなぁ。うまいなぁ。でも、いる場所は多分あっちか。とりあえず、じゃあもう自分では活躍できる気がしないので、トラップでーす。トラップマンでーす。いやぁ、どうもトラップマンだよ。そこら辺にトラップを設置して、ただ逃げるだけのトラップマンだよ。いやぁ、どうもトラップマンだよー。イエーイひでひで、本当にリッターかって動きしてんなあー、ぶなやな。お、やってくれたね、ゴッツさん。よいしょ。やばいな、あそこのリッターの人が強いんだ。オッケー。さすがにか。チャータイゲーン！うまっ！え？いやーまあそうか、梅干しおにぎりうまっ。マジかよ。これはもううますぎて美味しいから、こうもうね、定期購入ですよ、梅干しおにぎり。梅干しそんな好きじゃないけど、いやーマジか、うますぎてちょっといろいろやばかった。何かが生えたぜ。何が生えた。じゃあここらへん。あぶね、あぶね、あぶあぶ、あぶねーのー、あぶにゃす。ほいで、狙ってくるよね。はい、知ってるよ。嫌でしょこれ。イカロールってさ、あのスタイリッシュな動きなんですけど、なんか煽られてる気するよねっていう、ちょっと嫌な感じ。じゃあとりあえずトラップが発動したっぽいので、はい、トラップだよ、トラップだよ、トラップだよ。逃げますね。よいしょ。
よいしょ。トラップ強えな。わーい。勝ったー。いやー、リッターの人やばかったな。お相手さんのリッターみたいにしたかったのに。まあ、リッターとし、リッター対決とシャレ込むこともせず、基本的に、イカロールで敵のヘイトだけ集めてた感じがしますが、まあ、はい。ところどころ、うまいキルはしたんですけどね、ところどころだけ。まあ、5キルできたからいっか。メインでキルしたの何キルぐらいだろう。さあ、ラスト、1試合行きましょう。ほんと、武器地ライセンスもらった。周りすげえ。周りすごいな。ああ、いや、笑うしかねえぜ。そうだよ、敵のさ、梅干しおにぎりめちゃくちゃ美味しかったんだよ。美味しかった、うまかったんだよ。ね。ホップソナーも4回使って、めちゃくちゃうまかったのにさ、もう高級梅干しおにぎりだったのにさ、なんで負けちゃったかなっていうぐらい。不思議だよね。だってデス数 4? 4じゃねえ。デス数2ですよ。すごくない？デス数2で12キルしてるって。ほんとね、すごいわ。しかもペナアップつけてるってことは、基本的にやられることを前提とはしてない人なんで。ペナアップってね、相手に復活時間とかスペシャル現象量アップとかを上げることができるんですけど、その代わりデメリットがあって、自分もね、同じ効果受けちゃうんですよ、デスすると。さあ、ということで、お相手さん、オーバーフラッシャー！そこのやばい、やばいね、そこ。お風呂が暴れてらっしゃる。さすがにお風呂はね、炊けちゃ困るんですよ。お風呂が沸きました。オッケー！そこいるね。あーららら。とりあえずここら辺に、トラップセットを。塗るだけ塗るぜ。で、ついでにトラップもセットしておくぜ。ここら辺にもあげるね。よし！おっと！あって！これほんと一発30ダメージですからね。バカにはならない。味方！ギャッ！ほっ！塗っておって。やったけど。くっ！ありがとう。味方さんがマジで近くをやってくれてるだけでめちゃくちゃ助かる。さ、とりあえずここら辺。フラッ！ My name is Trap. I'm fine, thank you. アンジュ？的な感じ。あー、撃ち抜けなかった。下手くそーん。さーて、ホップソナー貯めますか。ホップソナーを貯めたら何するって？何もしない。何もしないの？何もしない。自問自答だよ。あ、ここですね。はい。ほっ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 。じゃあ私、ここら辺にとりあえず設置して回るんでございやす。あやや、ばば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 。オッケー！守った！あらら。あらら。あらん？結構頑張ってるじゃないの。なんですか私このキャラクターは。知らないんじゃないの。勝てそうじゃない。だが油断だけはしたくない。オッケー、勝ち。途中のキャラ付けなんすか。なんか勝てた。地味に今回全勝してますよ。すごくない？ガチエリア塗り注目され、あーやっぱ注目はされてたんですね。こいつやべえぞって思いながら、なんだここの位置にいるリッターみたいな。リッターのくせになんかや、位置やべえぞこいつみたいな。そういうね、キーの目で見られてた。でもまあゼロデスだし、ゼロデス7キルはいいんじゃない？やったぜ！おー、あーなんか S プラス3が見えてきた。いいですね、やったー！グッチョップ。さあ、勝ちました。すごっ、すごっ、何これ。え、僕ってもしかしたらスコープ
4K スコープが得意な人だった。いや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 、あのエイムを見てそれが言えるってことはよっぽどの人だよ。まあ勝てた、よかった。はい、それではここまでといたしましょう。ここまでのご視聴ありがとうございました。リッター自体は苦手な僕なんですけれども、なぜかリッター 4K の、スコープバージョン 4K スコープでやったら全勝することができました。しかも綺麗に全部ノックアウト、すごいね。すごいし経験値すごい多いしやった。皆さんもね、チャージャーが苦手な人でも一度でいいので、いや一度じゃないな、30分ぐらいでいいので、最初の武器地ライセンスが取れるぐらいの熟練度レベル1ぐらいでいいので、一回使ってみてはどうでしょうか。新たなね、発見が見つかるかもしれないですね。それではここまでのご視聴ありがとうございました。じゃあね。